リュウジの動画。はい、どうも皆さんこんにちは。アフロリュウジです。皆さん、カップ焼きそば好きですか？僕大好きなんですけど、今回は、カップ焼きそばをね、ちょっとフォーカスして、まあ、動画撮っていきたいなと思ってるんですけど、今回ご紹介するのがこちらですね。はい。焼きそばバゴーンでございます。バゴーン！皆さんこれ焼きそばバゴーンご存知でしょうか？知ってるよって方もね多いと思いますし、知らないよって人もまあいるかもしれないんですけど、この商品なんですけど結構馴染みのある商品で、僕もちっちゃい頃から食べてるんですが、これねちょっと調べてたらですね面白かったんで皆さんに紹介したかったんですけど、実はなんですけどこの焼きそばバゴーンなんですけど、東北と信越地方限定で販売されてるんですよ。ということはですよ、僕ら山形県とかまあ東北県内ありますけど、僕らには馴染み深いのに関東とか関西の方に行くと、え、何その焼きそばみたいな、え、この焼きそばじゃないのみたいなこと言われるらしいんですよ。で、今回はなんで東北と信越地方で販売されていたのか、そこで大人気になったのかっていうね理由についてちょっと調べてきたので、皆さんにご紹介したいと思います。では行きましょう。で、バゴーンについて皆さんにご紹介するんですけど、作ってる会社どこかご存知でしょうか？東洋水産という企業さんなんですよね。皆さんの馴染み深いところで言うと、マルちゃんっていう、マルちゃんの、マークですよね。で、有名な、マルちゃんブランドで有名な、東洋水産さんですね。東洋水産さんが作ってらっしゃる、まあ、この焼きそばバゴーンさんなんですけど、発売当初、1979年ですね。今から40年前ですね。生き残ってるわけですよ。僕よりも年齢上だよ。めちゃめちゃすごくない？そこからすごいと思うんだけど。まあ、どうしてそれが東北と信越地方だけで販売されるようになったかっていうと、で、この1979年に焼きそばバゴーンさん販売されるんですけど、最初は日本全国でグワーって販売されてたらしいんだ。で、らしいんだけど、そこから売り上げがあんまりいかなかった地域からどんどん狭めてった結果、東北と信越地方に根付いて、東北限定と、東北と信越限定かっていうところの販売に至ったらしいんですよ。でも、この話に続きがありまして、この東洋水産さんめちゃめちゃ頭いいなと思ったのが、まず限定にすることによって、その地域で愛されるロングヒット商品になるように育てたっていうのがまず一つと、他にも東洋水産、まるちゃんのマーク見たら、焼きそばのイメージも定着させたいなと思ってて、で、その結果、北海道だと焼きそば弁当っていうブランドを出してみたりとか、他にも昔ながらの焼きそばっていうパッケージのね、ものを作って、これを販売して、あ、まるちゃんって言ったらカップ焼きそばだよねっていうイメージを全国に展開してたんだって。すごくないですか？一番最初これでチャレンジして、でも縮めて、でまたいろんなブランドをね、作って、結果的に悔しさを胸にマーケティング展開してって、全国的にカップ焼きそばを販売に成功させているっていうことなんだよね。このね、大企業の裏側を見れるみたいなところってめちゃめちゃすごくないですかっていうところだったんですよ。で、まあカップ焼きそば、まあこの焼きそばバゴーンさんを販売はされているっていう形ですね。そんな背景を持つ焼きそばバゴーンさんちょっと買ってきたので、めちゃめちゃ美味しそうでしょ。ちょっとこれをね、食べていきたいなと思います。では、作っていきましょう。ちょっとね、開ける前にやってなかったんで、外装どんな感じだったのかっていうと、内容物ね、どんな感じなのかっていうのを皆さんご紹介したいなと思います。はい、こちらが焼きそばバゴーンさんですね。パッケージが今こんな感じになってます。焼きそばバゴーンって感じだね。このわかめスープが入ってるのがね、嬉しいですよね。お湯を捨てた時に一緒にわかめスープもできちゃうっていうお得感ありますね。そしてですね、麺がこちらです。 100g 入ってるんですよ。この 100g 入ってるので満足感すごいですよね。焼きそばとスープが飲めて、まあ、100円前後で買えちゃうというような感じです。それでは中身開けていきたいと思います。ではとこのパッケージを汚さないように切り取っていきましょう。え、めっちゃ綺麗に取れたんだけど、無傷だよ。だいたいビリーってやってビエって入ってさ、やるじゃん。ここにさっきのあの感じで置いとこう。はい、こちらがですね、開けてからのパッケージになるんですけど、ここに作り方がね、バーっと書いてます。こんな感じかな。はい、まあわかめとか、まあ蓋取って小袋取って、で、お湯を入れて待って流して、さあ簡単にねできますよって感じです。では開けていきましょう。あーですよ。というわけで火薬が落ちました。中に入ってるのが4つの袋入ってます。液体のソース、火薬、
ふりかけですね。ふりかけ。そして、わかめスープですね。これが入ってるのが、まあちょっとお得感ありますよね。中には麺がぎっしり詰まってます。それでは、この焼きそばバゴンさん作っていきたいと思います。これあんたいるの？いらない。お母さん、これから焼きそば作るよ。ちょっと映さないで。頼むから。はい、お湯が沸きました。火薬を入れまーす。じゃあ、お湯入れまーす。あ！よし。じゃあ、このまま3分待ちましょう。今からおかんが、わかめスープを入れます。どんな気持ちですか？美味しいのができるかな。はい。大体で。変化でお願いします。こんなもんじゃないですか、こんな感じですかな。うん。ちなみにこれ振るとね、うまくなるんですよ。じゃあ、湯切りも終わったので、湯切りも終わったので、2階に移動しまーす。よし！あ、置き場所が。置き場所が。よいしょ！はい、というわけで、湯切り、やってきました。お母さんにね、協力をいただきまして、和やかーにしてきましたよ、和やかーに。湯切りが終わったので、開けていきまーす。わー、湯気がすごい。はい、湯切りが終わって、いい感じに、ちなみにね、こうやって振ったりとか、こうやってね、湿気をね、ファサ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 さしていくとね、いらないこの水分が飛んで、スープが絡みやすくなって美味しくなるんですよ。では、ソースとふりかけ振ってきまーす。邪魔だな。このね、上に残ってるさ、キャベツがまたうまいんだよね。これも全部取っていきましょう。もったいないからさ。あー、うまそう！うまそう！このね、ソースの匂いが食欲そそるんだよね。はい、というわけで、焼きそばバゴン。こんな感じでできました。で、最後に、このふりかけがあるので振ってきます。はい、というわけで、焼きそばバゴン完成しました。歴史を知るとまたうまい。さらにうまい。で、こっちにね、わかめスープがございます。これ、ちょっと見せるわ。はい、こんな感じでわかめスープも残り湯でね、できちゃうというお得な感じですね。それでは、いただきます。青のりのふりかけがね、また匂いを香ばしくしてくれるんで、香りが引き立ちますね。いただきまーす。うん、うまい。昔から食ってるからうまいけど、うまいの知ってるけど、何回食ってもうまいよね。ペヤングよりも少し薄味かな。少しだけ薄味で、さっぱりした感じの味わいになってます。うん。さあ、わかめスープ飲みましょう。ね、この中辛子系のスープに入ってるわかめと一緒に食べる焼きそば、うまい。ああ、うまい。ちなみにちょっと補足をすると、この焼きそばバゴーンの CM って、まあ、タカンドトシさんがやってたりするんですよ。で、タカンドトシさんがやってるんですが、ホームページに行くと、タカンドトシさんがタイマーをやってくれるので、その1分、2分、3分、4分、5分まで、タイマーのセッティングができるので、ちょっと時間あるなっていう方は、一緒に作りたいなっていう方は、そっちの方でも、時間を計りながら、タカンドトシさんと一緒に、焼きそばバゴーンとか、そっちのカップ焼きそば的なね、やつ、カップ麺もそうですけど、作れるという感じになってますね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。焼きそばバゴンさん、東北と信越限定で販売されているということなんですよね。この歴史知るだけでもちょっと面白いでしょ。で、思うのは、やっぱ全国から一番最初販売されて、でも限定されてるってとこなんですけど、日本って美味しいものいっぱいあるんだけど、その土地土地に住む人の舌、その各地域で生きている人たちが何を美味しいと感じるのかとか、美味しいの基準ってやっぱ違うくなるんだよねっていうことですよね。そう考えるとさ、食品関係作ってる、まあ、会社さんだよね。結構こう全国展開されて販売しているような企業さんたちの、まあ、企業努力というか、その味の開発ってすごい奥深いんだなって思いますよね。で、山形のもので
昔から食べられている美味しいものとか、まあ、他の地域に根付いているご当地の、まあ、名産品みたいなのって、やっぱりこう背景があるんだなっていうのはすごい思いますね。最近ね、柿の動画とか、まあ、ダダチャ豆チップス販売されてたよっていう動画とか、あと、まあ、お土産品のね、紹介とかさせていただいてるんですけど、まあ、いろんなこの根付いている商品とか、そういうもの、ですよね。歴史、昔からの背景みたいなのって面白いなと、ロマンを感じますね、最近。というわけで、今回は焼きそばバコンさんのご紹介でした。焼きそばバコンさん、CM 待ってます。これか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、お願いします。私、各種 SNS やっておりますので、フォローの方もよろしくお願いします。それでは、また別の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。